い、マジューで、今日はなんか異様な手袋をはめております。ね、何をするかっていうとですね、今日は料理じゃないんです。実はお鍋がですね、汚くなってきまして、去年の12月の冬にやるはずでしたけど、もうちょっと忙しくてやる暇がなくて、で、今日まで放ってあったんです。で、ステンレスの鍋ですから、この汚い鍋を、汚いの見えますかね、これで汚い、これをちょっときれいにしようと。これね、これも、今これちょっと画面ではね、もう見えないかもしれませんけどね、こういう汚いのがいっぱいついてますね、これね。これをどうやって切りするかっていうことですね。我々プロはですね、どうやったかっていうと、これを使います。火星ソーダ、これはね、薬局行って印鑑を押してね、印鑑を押して、買ってこないと買えないんですね。で、これはだいたい何リッターですかね、これは。で、15リッターぐらい入るんですけど、それに、よく読んで、注意書きを読んで、使ってください。危ないですからね、危険です、非常に危険です。ですから僕らはもう慣れてるんで、適当に入れてですね、これで沸騰するんで、これね、入れると沸騰するんで、ここで火が飛んでくるとやばいです、やばいです。ですから静かに少しずつ、どうぞみんな、大体ね、大体は分かるんで、まあ、これぐらい入れておけば多分 OK でしょう。今からですね、この蓋をまず試験に入れてみますね。入れます、ね、すぐどれぐらい落ちるかだけ見てですね、ください。で、ちゃんとステンレスの、アルミニウムはダメですから、ステンレスね、必ずステンレスで、手にはちゃんとね、手袋、防御する手袋入れて、で、これ今入れたんですけど、こう入れたんですけど、もう少し入れておいて、どうするかっていうと、で、ちょっとこれ、こすると見えますか、これで、これ取れてきます。ですから、これをちょっとずっと下がいくつもあるんで、下にまず敷きます。 で、こういうアルミニウムの蓋のやつは、これ溶けてきて、ここだけね、アルミだったんですね、これは。これは他はステンレスですけど、ステンレスはいいですけど、アルミとかはダメですよ。これアルミでステンレスメッキしちゃったんで、こうなっちゃうんですね。でもこれはちょっと汚いから洗いたいと思いますけど、後で、この液をつけながら周りだけ洗おうかと思います。こうして入れておくと、ね、入れておいて、磨いていきます。ね、磨くところを今から、周りにも汚い鍋をきれいにしましたという、この鍋もきれいにしておくとですね、一度こうして、このお湯がつけたところをですね、今からこちらで洗うところをお見せしますので、ちょっとストップ。あれだけ汚かった鍋が、あそこだから入れただけでね、こんなに綺麗になりましたけど、これに今度は、マジックリンかけて洗うとですね、こうして洗うと、で、どんどんもう発生そうなんで、熱湯で取れてるんですけど、それで洗うとどうでしょう。で、中の方もだいぶこれね、何でも使ってるんで、これね、店でレストランで使ってたやつですけどね。で、こうしてやるとどうなるかっていうと、これね、こんなにちょっと見にくいですかね、ピカピカになったのが、この光では見にくいかと思いますけどね、ピカピカになってますね、ほぼね、ピカピカです。で、すごい汚れた蓋がですね、こんなにもうちょっと落ちてるんですけど、これで一応取らないと、汚れをね、でもなかなか焼きついたやつは落ちないんですけどね、でも、これで綺麗にね、ね、綺麗ですね、綺麗になりました。ということで、プロはこの焦げついたステンレスを火星ソーダで洗うと、ちょっと今日は特別編でした。ご覧になって、ちょっとこれは危険ですからね、まあ、プロがどうやって鍋をきれいにしてたかっていうことだけですね。お正月前とか今ね、たまに来たらきっとお正月の前にはこうしてレストランで洗ってました。で、厨房器具のステンレスの部分もこういう風にして洗ったんですね。
はい、終えました。随分綺麗になりましたね。蓋もね、あんまり汚かった蓋がなんとか切れましたけど、ね、こういうあまり使ってないので、ね、料理はしないとダメですけどね、使ってなくて要するに鍋をですね焦がしたりするとですね、いくら火星ソーダでやっても表面が高熱によって変化してしまい、汚れがついたままになってしまいます。火星ソーダではもう落ちないですね。これはもう重症ですね、皆さん手を気をつけて洗っていただくと、こんなに火星ソーダとステンレスが綺麗になるということです。で最後にですね、余ったやつでスプーン、ね、フォークナイフとかも洗います。はい、だいぶ OK になってレッサンのように小さな鍋から中くらい鍋まではできました。そして下に来るとストーブには大きな鍋もね、綺麗になりました。ストーブもね、ちょっとついでに火星ソーダだったんで綺麗に磨いてみました。ね、本当は正月やるんですけども、ね、去年の暮れば YouTube 始めたんでね、ちょっと忙しくてやってる暇がなかったんで、やっと綺麗になりました。そしてね、フォークナイフもね、もう綺麗にピカピカになりますね。中鍋も洗いました。ということで、シェフの元フレンチシェフの家料理の番外編で、鍋を綺麗にしました。じゃあまたねー。